三千五百六十八回始めます。えっ、ー、と、二千二十四年。十月二十六日ですね。はい。十月も、ね。もうちょいですよ。はい。いや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 、ね、明日選挙で、ね。で、今日からワールドシリーズで。っていうことですね。まあ、なんだかんだ言って一年中いろんなイベントあるね。でも、この、うん、大統領選。終わったら、イベントもないんじゃないかな。さすがに。うん。寂しくなってきますよ。 はい、今年も終わりよ、2024年も。ね、で来年、2025年はね、団塊の,の世代が後期高齢者に突入していくっていうね、2025年問題抱えてますよ。はい、でいきます、えー、今回も詐欺だね、今日詐欺ばっかり、ね、メルカリの詐欺やったね、あと結婚詐欺やったね、あとエクシア、ね、9000人から850億円集めた詐欺やったね、本当詐欺だらけだよ。 うんとなんでこんな今日詐欺が続くんだまたしても詐欺ね偽の副業サイトで報酬持ちかけ金を差しかっていうことでね、えー「統括役の男ら4人逮捕」って出てますねテレ朝系のニュースですね副業を募集する偽のサイトに登録した女性から金騙し取られる詐欺事件をめぐり、えー、嘘のメッセージを送るうち子ね嘘のメッセージを送るうち子の統括役 の男ら4人が新たに逮捕されましたということで逮捕されたのは韓国籍のパク・ソン・ス容疑者42歳ら4人ですと偽の副業サイトに登録ね偽の副業サイトに登録した埼玉県の女性から保証金などの名目で電子マネーおよそ7万5000円を騙し取った疑いがあると警視庁によるとこのパク・容疑者らは 男性の相談を聞くだけで報酬がもらえるなどと言って女性に報酬を受け取るための手続き費用として7万5,000円を入金させていましたっいうことでね最初ねあの簡単デート仕事は、うん、男の人の悩みを聞くだけみたいな <laughs> いうことでただ登録費用ってことで7万5,000円かかると、うんうん、この事件では内子として30人が逮捕されていますと。うん パク容疑者はそのうち子の統括役で集める金額の目標の管理などを行っていたとみられるということで警視庁はこのグループがね全国で20億円以上騙し取ったとみて調べているということでなんか楽な副業簡単に儲かる副業聞いたことあるね男性の <laughs> 悩みを聞くだけとか、ね、それネット上で SNS とか、まあ、メールがわかんないけどあの男性の悩みを聞くだけでねあと。 スマホでね返信するだけで相談に乗ってあげるだけでみたいな聞いたことある私もこれ全部副業詐欺だよ、うん、ね副業流行ってるなんて言ってるけどその実みんな騙されてんじゃないの、うん、全国から20億円集めてるっつんだからこの、うん、まあこのパク容疑者がこのパク・ソンスか、うん、容疑者42歳これがまあ組織の中枢じゃないと思うけどねこれ単にこのかけ子の統括役みたいな感じ、うん でうんまあ、企業でいうところの中間管理職みたいなもんでしょ。と、うん、いうことで30人がもうこれ逮捕されてるんだねこの内子役、ね、あの組織の末端はボンボンね逮捕されていくんだけどな,な,かなかなかね組織の上層部はなかなかね逮捕できないんだねこのパクソンフの・ソンソなんていうのもこれおそらく組織のねまあまあまあ末端ではないにしろ。 うん、そんな首謀者ではないと思うね、これね。はい、ということで皆さん、本当、世の中詐欺師だらけよ、今日も本当にやったけど、<laughs> これは副業詐欺ね、男性、もしくは女性の、異性の悩みを聞くだけ、ね、ちょっとメールを返信するだけみたいな副業、ね、詐欺、詐欺だよ、登録料7万5000円とか、ね、10万円とか50万円とか、詐欺だよ、それ、うん、そんなに金かかるわけないんだから、登録するだけで。うん、はいね まあまあまあ、まあ、うんあと結婚詐欺もやったしねうん氷回り交代なんだう氷回り後輩と歌ったねあの投資詐欺ね9,000人が引っかかってる9,000人から850億円騙し取ったっていうのを今日やりました他にもあとは他に何でしたっけうんあのうんああメルカリのやつねメルカリの架空取引の詐欺もやりましたほんと詐欺師だらけだからね あなたの前にも後ろにも横にも,、うん、もうあなたの周りで詐欺師だらけぐらいに思ってた方がいいと思いますよ、本当に、ね、あのニュース見てくださいよ、逮捕されている方々その辺にいる人たちだから、うん、本当その辺で、ね、私ら毎日、普通に電車とか乗ってたら何人もの詐欺師とすれ違ってると思ってください、本当それぐらいいるから、うん、恐ろしいから嘘つきだらけ、ねはい、気をつけましょう。 はい、終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します